日本の排他的経済水域内で違法操業の疑いがある中国漁船、立ち入り検査のため乗船した水産庁の職員およそ10人を乗せたまま半日以上逃走していたことが昨日分かりました。水産庁によりますと、鹿児島県の西方沖で、先月の5日、中国漁船2隻が日本の経済的、排他的経済水域、この中で違法な底引き網漁をしている、この疑いがあったことから、水産庁の取締船、白萩丸の職員が、およそ10人ですね、乗り込んで立ち入り検査を始めました。始めたところ、漁船はですね、職員らを乗せたまま、西の方向に逃走したというんです。で、漁船は駆けつけた海上保安庁の巡視船による再三の停船命令、止まりなさいというこの停船命令を無視して排他的経済水域内で日本の許可なく、この漁業ができる中間水域というところに逃げ込みました。で、夜間で、周囲が暗くなったため、危険性を考慮して検査はやめて、職員がその日の夜取締船に戻ったということなんですね。はい、この中国漁船により違法操業が相次いでいるという、まあ、そんな指摘もあります。はい、でもこれは悪質ですね。悪質ですね。これ、はい、乗っけたまんま持ってかれちゃったりとかするとですね、はい、また次の問題になりますし、それとですね、漁師の皆さんにやっぱりこう気が荒いというふうに言われてますけども、はい、これは世界どこでもそういったこう職業柄なんですよね。まあ、パッと判断してパッと動かないと、命に関わる仕事ですから、そういったところはあるかとは思うんですけども、はい、そういった人たちが相手になるだけにですね、海保の皆さんですね、結構危ない目に遭ってるんですよ。はい、今回のことだけではなくてですね、以前にも、これは韓国側を相手にした、はい、事件であってもですね、そういうことが、ありましたものでですね。ですから、こういったところをもうちょっとこう安全性を確保するために、人数も少ないし、はい、それから装備もですね、やっぱり予算が私はまだまだ足りないと思います。はい、ですからですね、こういったところ安全はただではない、その安全を確保してくれてるその各海保の皆さんのためにもですね、これ予算私は増額すべきなんじゃないかなというふうに考えますね。はい、何か公船、中国の公船ってありますよね。はい、あと海上保安庁のこの船、はい、倍ぐらい違うってね、数が。そうですね、中国の公船はですね、大きさも軍艦の白塗りみたいな感じになっちゃってますんで、装備も全く違いますね。はい、はい、まあだけれどもその日本で漁業を営んでらっしゃる方はルールを守るのに、はい、ねえ、そうやって外から入ってくるこの漁師が、荒っぽいというかやっちゃいけないことをやるっていうのも許せないでしょうし、まあ そうですね、それをでも取り締まろうとしてもこういう危険がねあるというのでは。向こうの方もですね、はい、解放軍にいた方とかがですね、漁師になって、海上民兵なんていうのもこれいたりとかもしますんでですね、日本側もきちんと体制整えて、装備も整えてですね、はい、根本から見直して、毅然たる、取り締まりを実施していただきたいと思いますね。まあ、今回に関しては中国政府に対して、もう国内法でしっかりと取り締まってくださいというふうなことは言ったようですがね。はい、まあ、やってもらえるかどうかはまた別問題と。はい。